土曜日の朝のうんちがちょっとオレンあの本当お薬のような色のオレンジがちょっと出ました。だからそういう時期あんまり気にしようかないね。そうですよね。その時一回ラッキーでしたね。了解です。はい。あれそういえばさ水に入れるやつはやってるんですかね。水に。あの孫に出していただいてですか。そうそうそう、やってないです。あれもやってください。わかりました。1リッターに出して1滴今10リットルなので。じゃあ10滴ですよね、はい、で水変えて毎日してます。1日朝晩2回してます。変えるたんびに10滴入れてください。10滴ですね。はい、わかりました。ちょっと左人もせっかくだから、はい、使い手があると思いますから。はい、はい、先生にあの自然の光で任せて睡眠時間を取らした方がいいっていうアドバイスいただいて、うん、最近はもうカーテン開けて、うん、暗くなるのを待ってなったと同時ぐらいに全員タオルかけて寝させるようにしたらすごい夜静かに全員寝るようになりました。やっぱり自然のあれの方がやっぱりいいですよね、うんうん、はい、明るいくらいは、はい、たださどうしてもそういう風にできないケースもあります。昼間仕事してるから、ね、夜しか接続。そうしたらやっぱりどうしても夜ライトつけて、何のために買ってるかわかんないからさ。そうですよね。うん、でまあ、はい、食欲出てきたんだったら前お話したようにあの、はい、つけの基本ね、はい、で食べさせたい、はい、てかスプーンで食べさせて褒めるとかね、はい、お家で食べさせるとか。はい、名前言うんだよ、今度からするとか、そういうことはやっぱってくださいね。この子はもう手からしか食べなくなってしまった。そうなの。はい。大変ですけどね。はい、まあでも、はい、あの、絶対いいと思います。はい、そうすると、ね、手から食べて、はい、点眼内服飲ませて、はい、また手から食べて、褒めてあげる。そうすると、治療のストレス和らぐと思いますんでね。ちょっと10分ぐらいやっぱり薬やりに時間かかってしまうんですけども、はい、それはしょうがないですよね。あめそんな簡単に薬飲めない。ね、あえて口をパカッと開ければシュッといいけど、そう簡単に開いてくれないからさ、ね、嫌がる子は、まあ、ストレスになるかなと思ったけど、まあ、ちょっと我慢で飲めってやってますので、これはちょっとしっかりまだ飲ましまわないからですね、はい、あ、それとさ調子良くなってるから、はい、そう B の薬ね、はい、あ、はい、消炎鎮痛剤のステロイドは量は一緒で2日に1回にします。あ、2日に1回でいいですか。はい、はい、でこれで昨日の夜飲んでますよね。飲んでます。はい、ってことはじゃあ今日は1回休んで、はい、偶数日だね、6、8、10、はい、そうやって飲ませてくださいね。はい、わかりました。6、8、10、12から1週間後は22、はい、うん、そういう形で4つ、B は4つにしますからね。はい、わかりました。 A は今までどうぞ朝ですね。はい、わかりました、はい、いいですか。はい、はい、じゃあ準備します。はい、ありがとうございました。はい、じゃあすいません、 B は4回分。